はい、今日はね2019年10月29日、今日はどんより曇り空で、まあ雨は降らないかも分かりませんがね。はい、そんな感じで今日はね、出荷の方は明日が市場がお休みなんでね、出荷の方は僕たちはお休みですが、まあ仕事はいろいろとあります。昨日の定食の残り半分は今日はちょっとできないので、明日行いたいと思います。今日は午前中次のハウスの片付け、定食の準備、肥料の散布もろもろ、 あとトラクターの詰め替えれるかな、まあもろもろ仕事はまあなんぼでもあるんですが、午前中できるだけやって、午後からね僕たちのハウス野菜グループの中でも、その中のチンゲン菜のグループの、月一のね定例会がありますので、それに参加します。はい、でその内容もね一部お伝えできるかどうか分かりませんが、まあ今日もどういった内容になるかねお楽しみにということで、それでは今日もスタートします。ハッピーチンゲン菜。はい、ここがね昨日植えたとこですが、植えた直後に、ね、昨日ちょっともう時間遅かったんでね、ちょっとだけほんのちょっとだけ水やっとったんですけども、まあそれじゃ当然薄いんでね、今朝にちょっと換水しておきます。こんな感じでね、横の両サイドから片方ずつ出してやるわけですが、なのでどうしてもねこの真ん中の方がちょっと水が薄くなるんですね。あっちのハウス側はね水が濃いくなるんですけども、どうしても真ん中ちょっと辛いですね。なんであとここはねエバーフローを引いてやったりします。そのエバーフローの様子がちょっと以前撮ったのがあるんで、ちょっとご覧ください。はい、これがねエバーフローというやつで、まあこれが先端ですね。ここがストッパーつけてますのでね、こう割と細かいシャワーお風呂のシャワーより全然細かい、水がねこうさーっと片側約1メートル飛ぶようなぐらいやつですね。なので、普通の換水時間よりはやっぱりだいぶちょっと長めにやらないと、特にマルチなんかしているとね、なかなかこう小さい穴へ向けて、換水するわけなんで、ちょっと長めの時間を換水しないとなかなか土に水が染み込まないということと、まあすごいそのどう言ったらいいんですかね、もう霧状とまでは言いませんけども、かなり細いあれなんでね、風が強い日なんかはちょっとこうサイドを閉めてやらないと風でこう流れてしまうというデメリットもありますが、まあこういったねたわない水がこうたわないところはこれしかないんじゃないかなと思います。一人でやる場合はですね、まあ2人おればね片方一つ一人がこう持っとけばいいんですが、一人でやるんでこういった重りで挟んどいて、あとはこれを引っ張っていきます。向こうまで、はいはい、はい、あとはねこれをここにねつなぎます。しっかり入れて、こ
それで閉めるだけですね。これは閉めまして、これで完成です。あとは水を流してみましょう。はい、見えますかね、わかりますかね。見えますかね。ちょっとわかりませんかもわかりませんが、水をかけてます。お、虹がハッピーチンゲンサイリンボー。はい、これでちょっと当分の間置いておきます。はい、これでねちょっと20分ほどやってみましたが、ここはね、通路はまあこれぐらい水が溜まるぐらいなりましたが、まあ中はねそんなでもないと思います。ここちょっとどうですかね、根元とか、あ、いい感じで水が、はいはい、いい感じでこう、ちょっと見えないかな、こういうね隙間からしか水がいかないわけですけども、この穴からしか水がいかないんですが、今の20分ぐらいで、うん、いいぐらいに濡れてますね。感じで湿ってます。これぐらいでいいんじゃないですかね。はい、そんな感じでね、あの後からね全部植えてから真ん中の方が辛いようであればエバーフローをはわしてね、こう真ん中の方だけ水がかかるような対策をしていこうと思います。はい、それではねこのマルチをねこれはまたまだまだ全然使えるんでね、次も使うんで、次広げやすいように手繰り寄せて取っておきます。これぐらいでね、もう手が持てなくなります。はい、このようにしときますと、次もね、出すときさーっと引っ張って、もつれずに引っ張れます。はい、今からね、このハウスを耕運して、一回ざっとね、耕運して、その後肥料をまいて、さらもう一回仕上げでこうしますが、この木はですね、このハウスの木はこれはねトラクターでもういっぱいいっぱい寄ってもねちょっと残るんでね、うん、あんまり、うん、まあ、ぴったりここまで行くとガリ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 こするんで、ちょっとほんのもういっぱいいっぱい寄りますが、ちょっとはこの木はの草が残るんで、それを今から三角具合でずっと向こうまで削っていきたいと思います、両サイドね。でこんなことになるんならね、ここにこれぐらいのね防草、ここまでマルチが来るわけですから、こんだけ防草シートを貼ればいいようなもんですが、防草シートを貼るとですね、そこがナメクジの巣になったりねしやすいので、という言い訳を自分に言い聞かせながら、実はめんどくさいんで貼ってないんで、まあでも後からこうやって削ることを考えればね、防草シート貼った方がよっぽど楽だという
ことも当然あるんですが、まあでも一方で本当にそのナメクジの巣になるっていうのもまあ本当に一理あることでね、そこの狭間でまあ面倒くさいのとそのナメクジのことともう半分半分、まあ面倒くさい方が7かなぐらいで今は張ってませんが、まあこうやって三角グワで削っていきます。クワの作業っていうのはね疲れますね。昔の人は、年寄りの人はうまいですね。もうずっとクワ振っとっても疲れんのですかね。僕らやっぱり慣れんことをするとクワの作業っていうのは疲れますが、まあコツ、コツというほどのことでもないですけども、まあどうしてもこう初めてクワを持ったりねするとこう振り上げる時も下ろす時もこう引っ張る時も全部に力が入るんでね、それが無駄なんですね。こうまあ上げる時はこうある程度力でね上げますが、振り下ろす時はねもうその重力に任せて、はい、で食い込ます時だけグッとこう力入れる。そうすると力の消耗も少ないですね。でこの辺はねざっと手で取りながら、はい、これがね昨日もご紹介したと思うんですが、昨日はまだまばらだったと思うんですけども、多分ね昨日の動画で明日になったらねうわっと出てきますよというふうに言ったと思うんですが、ほぼこの辺は抜けてます。これは多分種が落ちてないんだと思いますね。ほぼ発芽しました。こういうねこの一斉にザーッと出たのを見ると気持ちがいいですね。こういった二粒落ちとるのはどっちかいい方を残して悪い方をピンチしときましょう。結構こんなちっちゃいやつでも根が長いですね。のを見るとこいつらも一生懸命なんじゃなっていうのが分かりますよね。種からもこんだけ根が伸びてるんですよね。お、形はハッピーチンゲンサイ。こんなちっちゃい時からハッピーチンゲンサイです、はい、今ね次定植する圃場にね肥料を振ってこのあと仕上げの幸運ですが、ちょっとねもう今からグループのね定例会があるんで、ちょっともう帰って準備しないと間に合わない感じなので一旦ここで作業は終わっときます。あの肥料散布する様子をね今日は撮ってないんですけども、以前の動画で、肥料散布するコツの的な動画がありますんでね、もし、見たい肥料を散布する様子が見てみたいという方はねそちらを参考にしてみてください、それではね一旦今日はここで締めときたいと思います、帰ってこれ編集がどんな風になるんかな。それではまた明日、ハッピーチンゲンサイ。このマスクいいですよ、スポンジ。今ねチンゲンサイグループの定例会から帰ってきました。今日のね定例会の内容もまあいろいろあったんですけども、冒頭にですね株式会社エディオン、あの家電量販店のエディオンさんですね、そのエディオンさんがまあ農業の分野に、進出ということで、
大崎電機でしたかね、大崎電機の、ファームウォッチというのを紹介してくれました。まあ簡単に言うとですね、遠隔操作でね、まあでスマホで遠隔操作で、ビニールハウスのサイドの開け閉めができたり、ハウス内の温度などをね、のデータを取ったりですね、遠隔操作で行われる、システムの紹介していただきました。でこの内容をね、ちょっとまあ今日いろいろ説明していただいたんで、その内容をちょっとまた別の動画で上げたいと思いますので、今日の動画に一緒にするとちょっと時間がねだいぶオーバーしてしまいますので、ちょっとね別の動画でこれはこれで上げていきたいと思います。今日もね定例会行くと動画見てますよっていう声かけてもらったりすると、やっぱりテンション上がって頑張ろうかいう気になりますので、今後とも末永くよろしくお願いします。でね、以前ちょっとねそろそろ産直マーケティングしようかな思ってね、これここにいろいろまあこう資料というか、まあ僕が読んでる本をですね、これなんかまあいろいろあるんですけどもここに並べてね、ちょっと一回動画撮ってみたんですけども、やっぱりねちょっと書き物をして一応まとめてからやらんと、これはなかなか映画にならんなと思ってね、一回喋りながら撮ってみたんですけど、収集がどうもまとまりがつかない内容になったのでね、近々産直マーケティングの第2弾詳しくやっていきたいと思いますので、期待しとって待っとってください。はい、それでは今日はこんな感じでね、やっぱりちょっとこれ痩せねえけんかな、まあでも今日もいっぱい飲むなこりゃ。